ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだな。本当？やったー！水木ちゃん、行こう。え？ちょ、私は。ほら、早く。こいつの気が変わらないうちに。でも私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなことどうにでもなるって。さあ早く。おい。ドバッチ。血の汚れって洗っても取れにくいんですよね。東堂、なぜ切った？なぜって、え、俺なんか悪いことしました？殺す必要はなかった。この男を逃したところで新選組に不利益になることなど一つもないはずだ。いや、そりゃちょっと違うな。そんなんだったらタイは明日にも潰れちまう。そんなまともなこと言う人だったんですか、斉藤さんって。なんだと。そもそも新選組、それにこの京の町自体がまともじゃないんですよ。勤王だってだけで俺らに殺されたり、逆にそれを追ってる俺らも殺されたりするような場所なんです、ここは。京の町、いや時代そのものが狂ってるんですよ。そんなところでまともなこと言っても通用しないでしょ。脱走者は死罪。その狂ったハットが狂った時代に生きている俺らをつなぎ止めてくれているってことです。じゃあお前はそこまで分かっていてなお殺すというのか？殺しますよ、俺は。そうやって最後は誰もいなくなればいい。そうなれば世の中も少しは落ち着くってもんじゃないですかね。あ、いやいや、今のはただのぼやきです。いや疲れますよね、隊長ってのも。東堂、お前。さてと、仕事も終わったし俺先に上がりますね。じゃあ。ああ、そうだ。一つ言い忘れてました。斉藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。何をだ？裏口にもうちの隊の大使、張り付かせてましたから。彼がこっそり裏から逃げてたとしても、どっちにしろ殺されてたって話っす。脱走は許さず。それが新選組の掟ですから。それじゃ。ああ、汚れちゃったよ。早く風呂入んなきゃ。これが新選組。この件は必ず俺ら七番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。谷、何かあったのか？ああ、斎藤か。てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。なんだ？斉藤だったな。あんたは
六番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か。そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っている。新選組はずっと奴を追っていた。そうだったのか。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を斬ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。どうした？いや、何でもない。何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。伊蔵、やるしかねえのか。